皆さんこんにちは、クロス太郎です。クロス太郎のクロストーク、今日は前回に引き続きまして、ジョージ・ガーシュイン、アイラ・ガーシュイン、ガーシュイン兄弟の作品についてお届けいたします。今日お送りいたしますのは2曲、アイラの作詞で、ジョージの、作曲、 Nice work if you can get it、 Things are looking up、 この2曲です。こういう、曲を作りますときに、曲線というのと、視線、歌線というの2つありまして、まあ、つまり、曲を先に書いて、それに詩を乗っける、または、詩を先に書いてその詩に曲を乗せる、2つの方法がございます。彼ら、ガーシュイン兄弟は、どちらでやっていたのかというと、これは曲線で大体作られているようです。ガーシュインがメロディーを、曲を作りまして、それに後からアイラが、詩を乗せるというような作業をしていたようでございます。ただ、まあ、この今回今日お送りいたします1937年というのはもうジョージ・ガーシュインの晩年でございまして、この頃になりますともう同時進行で曲を作っていた、つまり一緒に曲と詩を同時にこう作りながら曲を作っていったというようなことが言われております。さて、今日お送りいたします Nice work if you can get it、 Things are looking up、 この2曲は、ブランズウィックの版に、表裏に収められております。これは、1937年に RKO という会社の映画、A Damsel in Distress という、これは邦題は踊る騎士というんですけども、この映画の曲として挿入歌として書かれております。このミュージカル映画もやはりフレッド・アステアが主演でございますが、コンビを組んでおりましたジンジャー・ロジャースが、休養をしましてこの映画には出ておりません。まあ、ジンジャー・ロジャースは、まあ、ミュージカル、自分がミュージカル女優という、なんか色がこうついてしまうのを嫌がって、少し、遠ざかってみようというようなことだったらしいです。そのため、ジョン・フォンティーンというこれ美人の、女優さんを相手役に添えます。この女優さんは、綺麗な女優さんなんですけども、歌も踊りも全然できません、というようなことで、フレッド・アステアが、一人で踊って、ドラムを叩いたりなどしました。まあ、そういった、映画に仕上がっております。この映画の中で挿入歌がいくつかあるんですが、その他に今日ご紹介する2曲以外にも A Foggy Day in London Town というんですけど、 A Foggy Day なども有名でございます。ただこの A Foggy Day は、ビリー・ホリデーも歌ってはいるんですけども、78回転版では歌っておりません。LP の時代になりまして、1957年に、Song for December Lovers という、バーブの MGV8257 マトリックス番号の 20500-6 というところで LP で、これは残しております。ただやはりこの1937年あたりの歌唱とはだいぶ違いまして、この頃の歌唱、特に今日お送りするこの2曲は、たびたびここにも登場しますジョン・ハモンドが手配をいたしまして、プロデュースいたしまして、パーソネルがバック・クレイトンがトランペット、プリンス・ロビンソンがクラリネットとテナーサックス、ミド・ミューソー
が、テナーサック、クラリネットテナーサックスで、テディ・ウィリソンがピアノでございまして、アレン・ルースがギター、ウォルター・ペイジが、ベース、コジー・コールのドラムスという、この当時の、最高のメンバーでお送りすることができます。やっぱりバック・レイトンと、テディ・ウィリソンが入りますと、大変ビリーの、特徴を遺憾なく発揮させてくれるというような、バックミュージシャンでございます。今日お送りする、1曲目の Nice Work If You Can Get It、 これは、それができたら、素敵だわというような、曲なんですけども、歌詞の中では、まあ、要するに、金を稼ぐことばかりに出身してる人とか、名誉、名声だけを追いかけてる人なんていうのは、それだけが唯一幸せをもたらしてくれるというわけではないでしょうと、男の子と女の子が恋に落ちる、これが、素敵なことなのよというようなことを言っております。いろいろこう、星空の下で、手と手を取り合って、仲良くして恋が芽生えて素敵なことねってなことで進んでいくんですけども、で、最後に And you get it, won't you tell me how と言ってまして、もし、うまくいったらどうやってやったか教えてちょうだいというようなことで締めくくっております。ここら辺の、翻訳については、こちらに、ジャズ誌大全という、これはあの村尾さんという方が、作った本なんですけども、全25、6巻ありまして、私はこれあの愛読しておりますけども、25、6巻ありまして、いろいろ詩の解説を、しております。もう一曲お送りするのは、同じメンバーで同じ、日にちに録音されました。Things are looking up。Things are looking up というのは、これは、まあ、見通しが良くなってくるとか、運が向いてくるというような、ことなんですけども、結局まあ、いろいろこううまくいかなくて落ち込んでいたんだけど、まあ、あなたと恋に落ちて、運が向いてきたっていうか、見通しが良くなってきたというような、感じ。私のそのリプレッションですかね、憂鬱な気分がこれで晴れて見通しが良くなってきたというような、恋の歌でございます。ここでお気づきと思いますが、この映画「Damsel in Distress」が公開されたのが1937年と申し上げました。で、この曲の録音が37年の11月なんですが、その年のうちにこのレコードにしているわけです。つまりこれはまあその時の流行歌でございます。流行った歌でございまして、その年に流行った歌をもうビリー・ホリデーはすぐに、録音してレコーディングしているわけです。ということから、ビリー・ホリデーの、まあ、初期というか、まあ、絶頂期の頃のはそういう流行り歌をどんどん録音していったという感じでございます。今日お送りいたします Nice Work If You Can Get It はブランズウィックの801号、マトリックス番号が B-21982-1、37年11月1日の録音です。Things are looking up、 これは同じくブランズウィック801号のマトリックス番号 B-21983-1、 2曲とも同様に同様のメンバーで、同様に37年11月の1日録音でございます。では2曲続けてお送りしたいと思います。ではどうぞ。
さて、いかがだったでしょうか。今日は前回に引き続きまして、ガーシュウィン兄弟の曲を2曲お送りいたしました。この番組に対するご意見ご希望、質問などございましたら、コメント欄からお寄せください。番組の中でお答えしたいと思います。また、わからないことはこちらでお調べいたします。では、またお目にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。